始める前に、字幕をオンにしてみてね。言語を選べるよ。日本語で数えてみよう。日本語は物の数え方がめちゃくちゃややこしい。大きさ、形、物によって何ていうかが変わるよ。一人、一匹、一個、一冊。 こんな感じで数字の後につける言葉が変わるの。その数はなんと約500種類。え500種類もあんのって日本人のポテイトちゃんもびっくりしたよ。でも安心して500種類全部を覚える必要はないよ。実際にポテイトちゃんが知っているのを数えてみたら 47種類でした。それでも多いけどね。よく使う数え方から日常ではほとんど使わない数え方まで説明していくよ。こ手で持てるものに使う数え方。一番よく使う数え方だよ。一個。二個。三個。 4個、5個、数字の後に、こをつけるよ。この代わりに、こんな言い方もできるよ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、 と、りんご1個ください。りんご1つください。どっちも同じ意味で使えるよ。同じ意味だけど、こうよりもつで数える方が丁寧な印象があるよ。お店やフォーマルな場では、こうよりつが使われてるよ。とはいえ、 友達との会話の中でも「1つ」「2つ」って言ったりすることもあるから好きな方を使って大丈夫だよ。ポテイトちゃんの場合は「七つ」「八つ」「九つ」はなんとなく言いづらいから「七個」「八個」「九個」って言うかなポイントとだけ特殊で。 つがついてないよねこれは会話ではほとんど使わないから「10個っていうようにしてね11以上には「つ」がつけれないから「11個、12個みたいに「個も使って数えるよルールがたくさんあって大変だよね。迷った時は、 を使って数えるようにしよう。人人の数え方1人2人3人4人5人1人2人だけ言い方が違うから気をつけてね。3人以上は数字の後ににをつけるよ。 ポイントレストランやホテルなどの施設では丁寧な言い方の「メイ」を使うよ1名2名3名何人の時でも「メイ」ってつけるだけこんな風に使うよもしもし予約したいのですが かしこまりました。何名様でしょうか二人です。答えるときは、人でも、名でも大丈夫。あと、よく使われるのは、レストランで呼ばれるとき。四名でお待ちのポテイト様。こんな風に、人数と名前で呼ばれることがあるよ。レストランやホテル以外では、 名を使うことはほとんどないよ。本、細長いものの数え方。一本、二本、三本、四本、五本、六本、七本、八本、九本、十本。これは、 数え方が特殊だよね。本、ポン、ボンの三種類があるよ。ボンっていうのは三だけ。ポンっていうのは一、六、八、十。ポンの前にある言葉は発音しなくなるよ。一本じゃなくて一本。 で発音するから気をつけてね。残りは本。8だけ特殊で2つの読み方ができるよ。8本、8本。好きな方で発音してね。すごい複雑だよね。難しいけど本はよく使うから。 繰り返し練習して覚えよう。引き。生き物に使う数え方。引きも本と同じように発音が特殊だよ。注意しながら数えてみよう。一匹、二匹、三匹、四匹、五匹、 六匹、七匹、八匹、九匹、十匹、枚、紙みたいに薄いものの数え方。一枚、二枚、三枚、四枚、五枚。これは数字の後に、 前をつけるだけ。台。乗り物や機械の数え方。一台。二台。三台。四台。五台。数字の後に台をつけるだけだね。少し休憩。 ここまでは、子、本、舞、ま、人、大、ひきの6種類を勉強したよ。この6種類は日常でよく使うから繰り返し練習して覚えてみてね。ここからはよく使う数え方からあまり使わない数え方まで幅広く説明していくよ。それでは勉強を再開。 札本の数え方一冊、二冊、三冊。はい飲み物が入ったコップやご飯を持った茶碗など器に入ったものの数え方一杯二杯 三倍。回。回数の数え方。一回。二回。三回。頭。人間より大きな動物の数え方。一頭。二頭。 三頭は鳥の数え方。一は二は三はポイント。会話では、一頭や一羽って言わずに、一匹って言うことが多いよ。一頭 一話って数えるのは少し専門的な感じがするよ。歳、年齢の数え方。一歳、二歳、三歳、二十歳のことを二十歳って言うよ。通、手紙の数え方。 一通、二通、三通は、アニメやドラマのエピソードの数え方。一は、二は、三は、即、靴下と靴の数え方。 左右揃えて、二つで一足って数えるよ。一足、二足、三足、粒、弓でつまむような小さなものの数え方。一粒、二粒、三粒、ポイント。 この状態は、一粒って数えるけど、この状態では、一さって数えるよ。い、順位の数え方。1位、2位、3位。一番順位が低いことを、最下位っていうよ。かい、 回数の数え方。一回、二回、三回、缶、お寿司の数え方。一缶、二缶、三缶。お疲れ様でした。 毎日繰り返し練習して少しずつ覚えていこうこれなんて数えるのって質問があったらコメントしてね。